はい、皆さんこんにちは、サンディです。先日、発売されましたロレアルパリのインファリブルのステイフレッシュファンデーションのレビューを始めたいと思います。では始めましょう。Wherever love goes there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. はい、で早速すっぴんです。で今回は、前回のメイベリンのレビューの時と違ってオイルテストをしていきたいと思います。オイルテストっていうのは、私の肌が混合肌なので、このファンデーションが1日どれくらい持つかっていうのと、まあ皮脂に対してどれだけ持つかっていうのが一番重要ですね。あとまあカバー力だったりとか、くすむかどうかとかっていうのを含めて1日見ていきます。一番の目的は、ちょっと皮脂が出やすい人、私みたいに混合肌だったり本当に皮脂の多い人、オイリーな方とかの参考になればなと思いますし、まあ自分の記録としても残したいなっていうのもあって、オイルテストっていうのをこのチャンネルでやっています。なので、何時間かに分けて、その経過を見せていきたいと思いますので、もしよかったら最後まで見てください。はい、で今現在私の肌、今すっぴんで見ていて分かると思うんですけど、今本当に本当にすごく荒れています。ニキビがたくさん出ていまして、結構大きいニキビがここにあったりとか、ニキビがたくさんあります。なので、まあ、みんながみんなね、あのニキビとか肌トラブルがみんなないってわけではないと思うし、そういう時期の方もいるし、ずっと悩まれてる方もいると思うし、私もそうだったので、中学の時はもうニキビだらけでした。本当におでこが、で最近ちっちゃいのが結構出てきて、ちょっとその頃を思い出してきて、ちょっとでそこら辺は本当に今荒れてます。すごく荒れてます。それはちょっと体調だったりとかっていうのもそうだし、まあ季節柄っていうのもあるし、まあいろいろいろんなトラブルでこうなっています。だけどまあこれはこれで、カバー力とかの参考にはなるかなと思うので、まあ、そういう目で見ていってください。はい、では早速つけていきたいと思います。昨日ちょっと生放送しまして、その時にもうちょっと見せてたんですけども、このファンデーション結構緩いんですね。もう垂れてくる感じわかるかな。この垂れてくるので、クリームっていうよりも、まあ、クリームなんですけど、もちろん結構なんだろうな、伸びやすい、そういう面で見ると伸びやすいファンデーションになっています。で今回は、ビューティーブレンダーでつけます。あとは下地なんですけど、まあほとんど私いつもシティカラーとか、なんか海外のメーカーの、下地を使ったりするんですけど、オイル用に。んで今回は国内でも買えるセザンヌのこちらの、毛穴カバーコンシーラーっていうのを使っていきたいと思います。一応これコンシーラーだけど、まあ、下地としても使えるので、ここのオイリーなとこはこれを使っていきたいと思います。はい、で今までは下地をね、片っぽは下地せずにっていうやり方をしていたんですけども、まあそれ は私結局下地なしで使うこともないし、多分皆さんも下地使ったりすると思うので、もうそのやり方は、やめたいと思いますので、今回はちゃんと両方に、下地をつけていきたいと思います。今ここら辺の T ゾーンだったり、ここの鼻のあたりとか、鼻の下とか、ここの顎のとこに、オイリーっていうか、セザンヌの、下地をつけました。はい、じゃあ早速つけていきたいと思います。で昨日見た感じだと色がちょっとちょうど良かったから、てか本当に伸び良さそうですね。これ1回のでこんなについた。昨日ね、そう発売日だったんですけど、ロフトとプラザでは先行で発売されていたんですけども、
ギリギリでしたね。もうあと一番明るい色とこの色とあと一番暗いのしか残っていなくて、タッチの差でギリギリゲットすることができました。すごいこれ、なんかカバー力良さそうですね。昨日はね下地なしでちょっとつけたんだけど、それでもすごいなと思ったから、はい、じゃあこんな感じなので下もつけていきます。はい、でこんな感じです。今ねモニター見てるとすっごい白く見えるんだけど、鏡越しだと普通に自分の色なんですよ。ちゃんと見えてることを祈ります。で今1回目のつけた感じですね。でニキビとかちょっとまだ見えてるんだよね、こことか。なんでカバー力はまあまあかなと思うんですけど、ちょっとニキビが大きいっていうのもあるんでね、もうちょっとつけてみます、ここだけに。で全然ほんと伸びがいいんで、もうちょっと少なく取っても全然いいですね。はい、でこんな感じで付け足しちょっとつけたんですけど、まあさっきよりはちょっと良くなったかなと思いますって感じです。はい、今全部塗り終わりました。でこんな感じになります。そうですね、カバー力に関しては別に悪くないかなと思うんですけど、まあ大きいニキビに関してはちょっとカバーしきれない部分はあります。ここのやつはちょっと大きくてね。でも他は結構カバー力悪くはないかなと思います。はい、であとはそうですね、そうさっきも言ったんだけど、仕上がりがちょっとね、ちょっとマット寄りだけどすごいマットマットはしてないので、なんかこうちょっと自然なツヤ感があるの分かりますかね。今照明が当たってるのですごい多分分かるんですけど、っていう感じです。で私はやっぱりパウダーをして閉じないとちょっと皮脂でもすぐに出ちゃうと思うので、パウダーをちょっとつけて様子を見たいと思います。で現在の時間がこちらです。なので、3時間ぐらいしたらまた見せたいと思います。はい、ってことで、もう化粧もバッチリで、1日を送っていきたいと思います。で、このファンデーションのちょっとした情報を伝えていきたいと思います。まずは、6月の28に、先行発売を、ロフトさんと、プラザさんだったりミニプラザとか、私はミニプラザで買ったんですけども、で先行発売されて、他のところでは7月7日に発売予定になっております。で今限定なのかわからないんですけど、お試し価格っていうことで1500円、まあ税込みで1600円ちょっとになっています。なので今はその価格だけど、まあそのうち2000円台になっていくと思います。と3色で、私が持っているのが115番のヌードベージュっていうのがあります。でその次に明るいのが125番のナチュラルローズになります。そして一番、暗いのが200番のゴールデンサンドっていう色になります。色の展開に関しては、まあ、3色みたいですね。 CM とか結構打ってたっていうのもあって、私が買いに行った時は一番明るいこの色と一番暗い色しか残ってなくて、ギリギリゲットすることができました。で、ここにも書いてあるけど、世界で3秒に1本売れているっていうファンデーションになります。でこれを買ったよっていう、写真を上げた時に、アメリカかメキシコの子が、すごいおすすめだよとも言ってたし、使ってる人は結構見たことあって気になっていた商品なので、いよいよ日本にも来て本当に嬉しかったです。そう、崩れにくいけど心地よいツヤめき肌へってことなので、仕上がりがさっきも話したんですけど、仕上がりは
完全なマットではなくて、ちょっと軽くツヤがあるぐらいです。で、今パウダーで完全にそのツヤを消しているので、すごいマット感が出ているんですけども、まあ、そんな感じになります。皮脂や汗を、吸収する成分が入っているので、そう、皮脂とか汗に強いファンデーションになっているそうなので、まあ、これを含めて1日見ていきたいと思います。はい、で今これこの時間帯です。で今現在見た感じです と、崩れはないさそうな感じです。なので今のとこは、結構持っているなと思います。では3時間後に会いましょう。はい、ただいまの時間はこちらです。で、見ての通り今メガネをしています。運転をしていたのでメガネを使うので、どうしてもメガネをしているとメガネの跡がつきやすいんですよ。なんで、で今ねもうここのまつげちょっと上がってきちゃってるんですけど、テカってますね、テカってます。ここら辺が結構テカってますね。テカってるんだけど、カバー力は落ちてない気がするって感じです。うん、そんな感じがする。すごいテカってるのがわかるね。なので今多分5時間ぐらい6時間弱だと思うんですけど、まあ油はちょっと出てきますね。でも普通に10時ちょっと過ぎで今5時過ぎだからって考えたら、まあ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 って感じですね。でね、この油をちょっと取ってパフしてもうちょっと時間を見たいと思います。はい、この時間になります。本当はもうちょっと12時間ぐらい見たいなと思ってたんですけど、多分これ以上やっても変わりがないと思うので、ここでこのオイルテストを終わらせていただきます。合計で何時間だ、9時間ぐらいですかね。つけています。9時間弱かな。でまあ見ての通りテカってます、テカってますね、うん、でだんだんこのテカってる部分も素肌が見えるようになってきてて、ここのテカリはあれです、ハイライトなのでここは無視してください。でもハイライトと同じぐらいにテカっているので、まあっていう感じです。なのでね、24時間持つのはちょっと無理あるかな。まあ私の肌ではね、また乾燥肌の方だとまた違う感じになるかもしれないです。ちなみに私はこの近辺は結構乾燥する部分なんですけど、ここら辺はなんかまあそんなに取れた感はあんまりないです。この問題のニキビとかも、まあここら辺はやっぱり取れたんですけどね。なんでやっぱ周りはそんなに取れた感じはしないんですけど、オイリーな部分はちょっと厳しかったかなと思います。もしかしたらもうちょっとなんだろう、乾きの早い、下地だったらよかったかもしれない。とりあえずセザンヌのだとちょっと油が出るので、まあちょっと難しいとこなんだけどって感じです。なので24時間は持たないと思います。まあこんな感じですかね。多分これ以上時間を延ばしても結果は同じなので、こんな感じで、ちょっと残念でしたね。ちょっと残念なんだけど、
まあ短時間用で考えれば、うん、使えるものじゃないかなと思います。そんな感じで今日のオイルテスト終わりたいと思います。もしねこのチャンネル登録していなければ、もしよかったらチャンネル登録もお願いします。そして、いつもインスタグラムの方にいるので、もしよかったらインスタグラムをフォローをお願いします。じゃあ、またねー。